この妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大干渉の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです、教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者はお悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしませぬ。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。負け犬が、待て。生きておろうが死んでおろうが、拙者は神。三河村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば斧が倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃね。もう死ぬか。見送りにせよ。
己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。その先は誰も通さん。しまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やってる。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中ババ もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたら病に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの負け犬が。
ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。あらず者、通さん。伏せろ、クゼア。女をすぐさま放せ。容赦ない仕打ち。死んでおる。もう。どけな！雷神様の怒りのようじゃ。よくも兄貴をやりやがったな。どこのお方か存じませぬが、まことにかたじけのうございます。先祖に中にまだ誰かおるぞ。早く止め、クズ野郎どもめ。早く桶を持ってこい。死ね！
ちの中に奴がおるじゃん。貫く真の像がもう一つあったか。止めようとしたんじゃ、されど、されど、そちはなせることをすべて果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場でどうぞお気をつけて。かたじけない。ここまでだ。首を落とせ。
でみんな殺しちまわねえんだ。サドタメさ、どい場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、皆待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。お前はわざわざこんな腹には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども今や守ることもできまい。 Hmm.